ゾーレディオ。皆さんどうもこんにちは、こんばんは。 MOSO レディオが始まりました。今日はですね、10月20日の日にですね、行われた長岡を代表するアーティスト日向のですね20周年の、ライブコンサートに長岡市立劇場に、行きました。私家族が5人いるんですけど、5人家族全員でですね、ファミリーで、聞かせていただいて一列に5人並んでですね、1500人のキャパだそうなんですけれども、長岡市立劇場、満員ですね。もうすごい熱気で、すごいなと思いましたね。本当に席が全部埋まっててですね、すごい盛り上がりの中ですね、前説に中静香さんという、芸人の方、前説をすごい面白いキャッチーなお話をしていただいてですね、満を持して日向さんが出てきたわけですけれども、本当に何ですか、今までの関わりの中で結構近しくさせていただいた瞬間があってですね、日向さんのラジオ番組とかにも出させていただいたり、一緒にこうハモって歌わせていただいた経験なんかもあったりして、非常に親近感ある存在という部分で、すごく僕自身も好きでですね、彼らのことを行かせてもらったわけですけれども、なんかその1500人のオーディエンスの一人になっている目線から見る日向、スポットライトをバッと浴びてる2人っていうのを見るのが、初めての経験になって、なんかちょっと全然すごい違うなと、キラキラとしてると輝いてる感じの2人を見てですね、非常になんか嬉しい気持ちとですね、やっぱすごい人とこうお話なり一緒に歌わせてもらうかってことをさせてもらえてたんだなって思ってですね、とっても嬉しくなりました。でそしてですね、やっぱり20周年っていう部分は、20年一つのことを続けるってことの大変さとか大切さっていうのをすごく学ばせてもらったというか感じるライブでですね、2人がですね歓喜余って涙するところとかですね、その曲の一つ一つにもですね、こう歴史を感じるような感じでですね、思いがすごく詰まってるなと。でそれをですね、アコースティックのギター2本、基本的にですね、バンド形式というよりも、2人のギターを奏でながらの、やっぱりこう魂がねほとばしるというか、なんていうんですか、混じりっ気のないというか、ごまかしの効かないこう状況環境の中で歌ってる2人を見ると、やっぱりですね、熱いものが込み上げてくるというか、中でもですね、ピロンさんはですね、このライブのために、ずっとですねピアノをまたピアノの演奏をね練習してこられたということで初披露されて、その歌がやっぱりなんか心震わせるとものがありますよね。やっぱりすごく琴線に触れたというか、なんか自分もですね、その日向の20周年の中のどれだけの期間とか時期を私が知ってるかなんて言ったら、本当おこがましくてほとんど知らないのかもしれないんですけれども、凝縮された3時間ちょっとの間の中にですね、それがすごくこう凝縮されて贅沢な時間に見えたわけですよね。でまた観客とのね一体感とか、それをもう感じるっていうのも非常に良かったですし、私家族で行って子供3人いたわけですけれども、彼らにとって初めてのライブがこの日向の20周年ライブという部分になるかなと思いますので、いやすごいいい経験させてもらったんじゃないかなと思いますし、帰りの車でもですね、一つのことをこうやって長く続けるってことは本当にすごいんだぞと。で彼ら、私はですね、今のその妻と結婚する前もですね、書店さんとか CD ショップさんでですね、インストアライブしてる彼らっていうのをなんかたまたまですね、自分もだからそれこそ十数年前ですね、20年前までいかないですけど、十数年前にそうやって地道に頑張ってる彼らというのも見ていたので、それがですね、もう20年という節目の中でああやってスポットライト浴びてるという部分をもう見たな、この断片断片をですね振り返ってみても、この20年っていうのは非常に彼らにとって重みのある厚みのある歴史を刻んできたんだなというふうに感じてですね、非常にいい経験になりましたし、やっぱ本当にノリのいい曲もですね、しっとりした曲もまんべんなくこう出てきてですね、
いろんな各社さんのねタイアップソングみたいな形が非常にいっぱいあるんですけれども、それがまた非常に何て言うんですか、その会社さんをイメージする部分で、ね、シルエットが浮かんでくるような形の曲が多くて、まあ、すごく楽しいんですよね。その中でですね、ちゃんと席や自動車学校っていう印象が強い日向さんなんですけど、まあ、それ一回だけ出ましたけど、それ、まあ、そこよりもですね、自分たちのこのやっぱり20周年の歴史の中で伝えたい曲という、そこの厚さが前面に出てくるっていうライブ構成、本当に楽しませていただきました。ありがとうと言いたいですね。で、またちょっと直接本人たちにね、お会いする機会とかあれば、この話をですね、私が お客さんとして聞いてた部分の熱量というのも伝えてみたいなと思いますので、そういうのもまた楽しみにしながら、時間を過ごしていきたいなと思います。以上です。MOSO レディオ。